読み返りレザレクションはジェイソン・モッドのザ・リターンドを原作としたアメリカ合衆国のテレビドラマ。アメリカでは2014年3月9日から5月4日までシーズン1が2014年9月28日から2015年1月25日までシーズン2が放送された。日本では D-Life でシーズン1を2014年9月6日から10月25日まで放送。 また、2015年4月18日から2015年7月11日まで、シーズン2が放送された。アメリカ合衆国ミズイリ州にある田舎町、アルカデアを舞台に、中国の農村で蘇った少年を起点に亡くなった人間が、当時の姿で生き返るという現象が起こり、その光景を目の当たりにした家族や友人、そして蘇った当人たちの様々な感情が、交錯しながら、 物語が展開していくミステリーを織り交ぜた非生感を問うヒューマンドラマ。みえりレザレクションに似たような作品として、いずれもフランスで制作されたドラマ、デルブナンや映画、奇跡の朝が挙げられるが、これらとは独立した作品となっている。シーズン2では当初14話構成を計画していたが、2014年10月に ABC は13話構成とする方針を取った。 2015年5月7日、ABC はシーズン2の最終話をもって打ち切りにすると発表した。ジェイコブ・ラングストンは1982年に当時8歳で歴史した少年だった。彼はある日中国のとある農村の田んぼで亡くなった当時の姿で蘇って街を歩いているところを発見された。その後アメリカへ送還され、 アメリカ移民税関捜査官のマーティン・ベラミーと出会う。ベラミーはジェイコブを児童保護局へ連れて行くことを上司から命じられていたが、ジェイコブとコミュニケーションを取るうちにアルカディアという地名を引き出し、ひとまずミズーリ州アルカディアへと向かい、両親のもとへ送り届けることにした。アルカディアに入り、保安官事務所によるも突き放されてしまう。それでもジェイコブはベラミーに合図を送り、 自分の家へと誘導。ベラミーはそこに住む、年老いたヘンリーとルシールの夫妻に、ジェイコブの生存を知らせたが、彼らは、その事実をデタラメとして、追い返されそうになるも、ジェイコブが、パパと呼び、駆け込んだことで、無事に再会を果たし、ことなきを得た。しかし、この出来事はほんの序章に過ぎなかったのである。ありがとうございます。